めちゃくちゃ腹筋が痛かった。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、ででんバランスボールを使います。実はプランクはですね、バランスボールを使って膝をつくことで5倍腹筋に効きます。通常のプランクはこのように腰を丸めて肘とつま先で体をキープするんですけども、慣れると効かなくなります。もしくは腰が反れている場合、腹筋にあまり効かないです。そこで肘を前に出す、そうすることで少し負荷が上がります。また腰が反れやすい人は腰を丸めてしっかり腹筋に効かすために、膝をついて肘を前に出してプランクを行う、そうすることで腹筋に効きやすくなります。しかしさらに負荷を上げようと思うとですね、バランスボールを使えば短い時間、今回はたったの20秒です、しっかりお腹に効かすことができます。しかも腰が反れにくく、骨盤を後傾させてお腹にしっかり効かせやすいです。腰が痛い方とかにも全然できます。肩、肘がだるくなる方にも今回のバランスボールプランクはおすすめです。まずやり方を紹介します。床で慣れてる方は普通に肘をついてこうやってやるだけでもですね、バランスが取れにくい方はしっかり腹筋に効きます。しかしバランスが取れる方、床とあんまり変わらないのであんまり腹筋に効かないです。そこで今回、膝ついて肘ついて肘を少しだけ前に出してですね、これでとにかくボールを下に押さえる、とにかく下に押さえる、下に押さえる力が強ければ強いほど腹筋に効きます。で、今回20秒なんですけども、10秒だけしかやらないぐらいの感覚でとにかく力を入れ続けてください。肘をついてボールを下にぐーっと押さえます。ずーっと押さえることで腹筋がずーっと締まって負荷が加わります。これを20秒間やっていきましょう。20秒やって少し休んでっていうのを繰り返してですね、5回やっていきますから、できる方は一緒にチャレンジしましょう。辛い方は1セットでも OK です。ではいきます。しっかりボールを下に潰します。腰が反れないように腰を丸めた状態でグッと潰します。いきます。あと何回だっけ？あと2回。いや、あと1回。あと2回かな。あまりにボールを抑える力に集中しすぎて回数を焦ってます。あと2回いきましょう。徐々にね、ボールを抑える力が弱くなっていきますから、とにかくもう1回力強く、1セット目の時と同じようにいきましょう。いきます。
ラストあっちよっしゃ、行きましょうか、ラスト行きます。いやー、聞きましたね。いやー、5回6回わかんないけど、多分5回はしたと思います。もしかしたら6回かもしれない。ちょっと編集で見ないとわかんない。いやー、しっかり聞きましたね。通常のプランクって1分ぐらい全然できると思うんですけども、これは本当にボールを肘で潰して、とにかく自分で負荷を上げて、自分で追い込んでお腹を辛くさせるっていう感じですから、しっかりね、もう聞かないわけがない、聞かせれるためにねやるって感じですから、もう普通のプランクの方がね効いてるっていう方はちょっとおかしいかなって感じです。これはとにかくね、肘でボールをとにかく潰す、力強くずっとお腹を締めとく、20秒間気持ちを揺るがない、とにかく力入れとくっていうことで、お腹に疲労が溜まってですね、腹筋にしっかり効かすことができます。でこういうのをやっていくとですね、反り腰なんかも改善されます。で反り腰が改善されたら、下腹ぽっこりとかね、お尻のでっちりとかね、ああいうのが改善されてきますから、姿勢が良くなるというだけでもお腹の出っ張りが変わってきます。ですので、プランクというものはね、かなり姿勢改善にかなりおすすめなエクササイズになります。で今回ね、ボール使って肘ついたんですけども、これが果たしてね、プランクという名前なのかどうなのかっていうのも、まあ難しいところもあるんですけども、まあ、一応ね、肘とか膝、つま先をついて体をキープする、まあ、プランクっていうね、いわゆるまあ全体的に丸くね、プランクって名前で収めてますけども、まあ、今回、まあ、強いて言うならばですね、バランスボール膝つきプランクとでも呼びましょうか。やっぱバランスボールがない方はですね、まあ、クッションとかでも大丈夫だと思います。ですがクッションだったらやっぱり抑える幅っていうのはクッションの幅しかありませんし、クッションが戻ろうとする力っていうのはないので、やっぱりバランスボールがねおすすめです。バランスボールは潰してる力と、潰されて反動で膨らもうとする力が加わりますから、より負荷がねずっと加わります。ですので、まあ、今回ね、こういったバランスボールプランク、腹筋が首が疲れるとか、普通のプランクが腰が痛いとか、普通のプランクが腹筋に効きにくいとか、そういった感じがある方はですね、ぜひとも今回のバランスボール膝つきプランクで、とにかくボールをぎゅーっと潰してください。潰す力があればあるほどお腹に効きますから、あんまり腹筋に効かなかったよって方はちょっとね、ボールを潰す力が弱いのかもしれません。ですが潰す力もだんだん腹筋と一緒に上がってきますから、そうなってくると腹筋にしっかり効かすことができてきます。ということで、頑張って5セットやった方、1セットしかしなかった方でも OK です。よかったらグッドボタンとコメントよろしくお願いいたします。SNS されている方はですね、ぜひともシェアをご協力よろしくお願いします。これからも短い時間、少ない回数で効くエクササイズを載せていきますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。今回もご視聴ありがとうございました。マッスルゲッツ。Thank you.